はい。ダービートライアルトライアルという感じでね、王冠桜賞ですね、やっていきたいと思います。秘密結ガムむ総数8位でございます。こちら、中京の芝2200メートルの3歳一緒クラスなんですが、大体いいね、例年ここで、えー、勝った馬というかね、上位に来た馬が、まあ、例えば京都新聞杯で穴を開ける、今回の出走馬で言えば関東馬もいるんで、 まあ、そのあたりになってくると、もしかしたら、青葉賞で、まあ、馬券に絡むというようなことがね、まあ、毎年のようにあるレース。まあ、なのでね、あの、ダービートライアルトライアルというか、京都新聞杯トライアルなんていうふうに毎年言うんだけれども、まあ、京都新聞杯はね、ダービーのプレップで、まあ、一応、トライアルではないというのと、まあ、あとはね、まあ、とはいえ、今回の本命はこっから行くんでね、まあ、関東馬 まあ、青葉賞の方のトライアルかなみたいなね、軽率なノリでね、そういう話にしております。今回の軸は7番のソウルジャズ。ネット競馬想定6番人気の馬でございます。まあ、1個上のお兄さんがハーツコンチェルトということで、まあ、この辺りをね、あの、ステップにしたりしなかったりして、青葉賞だったり、京都新聞杯だったりに向かいそうな決闘。まあ、この、ハーツコンチェルト、そしてソウルジャズはもっとね、上の、 お姉さんたちからえー、となんだったっけナスのシンフォニーからね、ずっとですね、まあ、この血統は武井上級者、美穂ですね。なので、まあ、青葉町の方に行くんじゃないかなので、今回はちょっとややこしい言い方をしました。例年だったら、まあ第3条とはいえ、まあ一応、関西側の、あまあ、第3条じゃないか、今日は高松宮記念ということで、まあ、主場と関西の主張となっております。まあ、なのでね、 あの関東馬が出てくるっていうのは多くはないのでね。例年は京都新聞ハイトライアルなんて呼んでるんですが、まあ、今回はそういう言い方をしてですね。まあ、そしてこの決闘はまあ大体間に合っては来るんですよね？その辺までにはということで軸で行きたいと思います。ま、そして1番のオールナット前売り寝とけば想定3番人気前走ね。小倉で検討してます。上位に来てます。まあ、ムルザバイフとはいえ、外国人騎手に乗り比べ確保するって意味では？ まあそこそこの馬だろうなということで、まあこの頭数の中でだったら紐には入ってくるかなという感覚でおります。まあ、そして6番のインテグレート前売り、年じゃないやネット競ば想定8番人気の北サンブラック3区一戦一勝。ネット競ば想定だから8番人気だけれども、父北サンブラック、伸びしろあるんじゃないか、そして新馬勝ち以来ということで、時計面ではあれですが、これは本当は上位人気してくると思います。まあ、紐にも入れておきましょう。まあ、そしてね、 あの、場面だけずらーっと見たときにね、ま、この辺軸かなとも思わなくもなかったのがネット競馬想定2番人気8番のガイアメンテ3 d デーレーシング菅井9車両決馬ですよ。ま、前走2着もですね、勝ち馬は毎日配出てました。ま、だからね、そこで6着、ま、重馬場が響いたってことで考えればそんな大したことではないんですが、ま、掲示板外しても6着。 そう考えるとね、そこに負けてる馬、ま、うん、まあちょっと紐までの評価かなという感じでいきたいと思います。そしてキューバのジャスティン・ガルフ、こちらも新馬勝ち以来、まあ、こちらはね、ルメールへの乗り換わりっていうのを非常にプラスに見て、まあ、ノーザンファーム系だから、まあっていうのはあるけれども、まあ、騎手欄にね、ルメールって書いてあったら、まあもちろん一番いい騎手が乗ってるってことにもなるし、まあ、ソールジャズが川田なんでね、川田の方がさらに最近はというところもあって、まあ、 あれですけれども、まあ、前奏新馬勝ちがね、重馬場だったんで、そこからど、まあ、馬場適性は信頼できそうだし、もろもろこう考えて、まあ、今回はね、こういった形でいきたいと思います。というわけで、まあ、いつも通りまたやっていくんでね、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。以上、はっちりでした。